はい、こんにちは、杉潤です。今回はですね、クリックファネル 2.0 のチェックアウトエレメントの、ゲストのステップ1、チェックアウトステップボタンの設定についてお話をしていきたいと思います。ステップ1の部分で、このですね、ステップ2へ行くと、例えばここでプレビュー画面を見ていくと、このね、ここのボタンですね、このボタンの設定についてお話をしていきたいと思います。はい、まずステップ1に来ていただきまして、そして、このチェックアウトステップボタン、こちらをクリックします。はい、そしたらこんな感じになっていまして、ここの部分に関してもですね、例えばステップ2、ステップ3でもね、同じような設定になります。例えばステップ2でも、ここのチェックアウトボタンってあります。ステップ3でもね、チェックアウトボタンっていうのが、あります。チェックアウトステップボタンあります。で、すべてがね、同じ設定になってます。ですので、ここでデフォルトとネクストステップとサブミットとセーブドゥサブミットってありますので、このそれぞれをね、設定していけばいいというだけになりますと。例えばそこの中でネクストステップであれば、こちらで、ね、次のステップへという形でなります。ネクストだからネクストの、ね、ステップですね。ここもネクストステップで、サブミットは最後の3だけですね。サブミットなので、サブミットは最終的には申し込むという形になりますので、こんな感じで、ね、申し込むですね。そして、手続き中ですとかね、サブミットした時のこうなんかくるくる回ってる最中の、テキストとかね、そういったのを調整しますと。はい、そして、基本的にこのサブミットリダイレクトオーバーライドにチェックして、ここで、リンクを入れれば、指定したリンクに遷移させることができます。このチェックを外せば、基本的にはこのファネルの次のステップに、進むことになります。こちら左側出てますけど、このファネルのオーダーフォームの次のページに進むことになりますという感じになります。はい、ワンタイムオファーを入れたいんだったら、ね、ワンタイムオファーのページに行くということになります。はい、一応そんな感じでですね、一応デフォルトの設定の中でいろいろね、調整をしていきますけど、まずこうやって見ていくと、例えばじゃあネクストステップで見ていきますけど、ネクストステップで見ていくと、バックグラウンドカラーが、ブルーになっていますね。テキストカラーはこんな感じになっていますけど、いろいろね、調整していただきながらやってみてください。でサブミットに関しても同じで、バックグラウンドカラー、ちょっとね、テキストカラーはこれちょっと違ってますけど、白でね、なってるという感じですけど、はい、白で、ね、やっています。なので、こんな感じでですね、一応、全てのね、カラーとかをきちんと調整していただいてね、そしてこのボタンの設定の方をしてください。で、大事なところっていうのはどこかというと、基本的に色とかもちろんね、プレビューを見ながら確認をすればいいんですけど、プレビューを見ながらね、確認をしていけばいいですけど、こうやってね、確認をしていけばいいですが、ただ、大事なものは何かというと、やっぱりまず一つにこのボタンテキストですね、各それぞれのネクストステップ、サブミット、特にこの2つね、この2つのテキスト、そしてあとはこのサブミットのところ、最終的にカード情報を入れて申し込むという部分のアクションの、ね、設定というかね、そういった感じですけど、サブミットしたら違うページに遷移しますよということであればね、その形でやってくださいと。でその場合はチェック入れてリンクを入れてください。でこれチェックしなければ次のパネルに進みますので、そういった形で自分がどういうふうにしたいのかということを必ずね、確認して、ここの設定だけは忘れないようにしてください。とても大事なことですからね、決済して、自分が意図するページじゃないページに行ってしまったらまずいんで、その辺だけ気をつけてくださいと、はい、いう感じになります。で、とにかく最初に言いましたけど、このステップ1のね、このチェックアウトステップボタンというのは基本的にステップ2でもステップ3でも共通になりますので、そこはね、誤解のないようにしておいてください。ごちゃごちゃに、ね、なりやすいですけど、共通になりますので、この辺は確認をしておいてください。はい、ということで今回はですね、クリックファネル 2.0 のチェックアウトのステップ1、そして、そのチェックアウトステップボタンについてお話をしていきました。チェックアウトステップボタンはステップ2、ステップ3でも共通ですので、一つのところでやれば全てが完了するような感じになりますということになります。はい、ということで、他のですね、ステップ2、ステップ3に関しても、ステップ1の他の部分に関しても他のビデオの中で確認をしてください。よろしくお願いします。はい、それではまた他のビデオでお会いしましょう。